フェイスシールドを装着しながら照明パネルのフューズ不良をチェックするアメリカ海軍の電気、景気整備員2014年にシエラレオネで起こったエボラ出血熱のアウトブレイクにおいてフェイスシールドを着用する看護師、フェイスシールドとは個人防護具の一種で飛び道具、瓦礫、化学飛沫、感染性物質などといった危険から顔全体を守ることを目的としたものである。 産業用フェイスシールドは着用者の顔止めを危険から保護するためのものである。フェイスシールドは保護メガネやゴーグルと併用する必要がある。保護面も参照。フェイスシールドの製造方法には押し出し成形と射出成形の2種類が存在する。射出成形では流動性の高い低分子量のプラスチックペレットが必要となるのに対し、 押し出し成形では高分子量のプラスチックペレットから製造されるため、押し出しシートからカットされたフェースシールドは、射出成形されたフェースシールドよりも良好な対衝撃性能を持つ。例えば 0.8mm のフェースシールドであっても、押し出し成形ポリカーボネート製シートであれば、秒速 120m の速度を持つ高渉直径 6mm の高級の衝撃に耐え、 欧州規格を満たすことができるが、射出成形で同じ対衝撃性能を満たすためには少なくとも1 5ト、mm、ルの厚さが必要となる。しかし、射出成形は押し出し成形よりも複雑な形状のものが製造できる。メディアを再生する石によって発生するエアロゾルから守るため、フェイスシールドの有用性を説明するビデオ医療用途におけるフェイスシールドとは血液や 他の感染性の液体から医療従事者を保護するために使用される様々な装置のことを指す。例えば人工呼吸や心肺蘇生を行うときに使用する CPR マスクなども一例である。別の例としては感染性物質への暴露から顔を守るために使用される個人防護具が挙げられる。外科手術などでは患者の血液が顔に付着するのを防ぐために使用される。 50ミクロン以上のしぶきには効果を発揮するが、それ以下の粒子には効果が薄いとされる。6バイト47ヘルメットと防弾フェイスシールドを使用したロシア連邦軍のパラシュート部隊隊員軍隊や法執行機関において、フェイスシールドはしばしば防弾、または非防弾保護の用途で設計されている。非防弾シールドは重火器からの防護は行わないが、 通常は、殴打や投敵などによる低速度の衝撃に耐えるように設計されている。防弾フェイスシールドは、耐爆スーツを着たオペレーターから、爆風や破片を遮断、または反らすように設計されている。装着者の目や顔を、戦闘における銃弾の脅威から保護することは、アメリカ国防総省の計画管理室によるプログラムにおいて想定されている。原子力空母。 ドワイト・ディ・アイゼンハワーの総員配置の演習において、水平の MCU-2、ピーガスマスクを除染液で洗浄した後、フェイスシールドを取り外している。様子多くの建設現場では、多くの労働者が、瓦礫や火花から保護するためにフェイスシールドを使用している。金属を切断及び加工するための工具の多くは、フェイスシールドの使用を推奨している。例えば溶接機や、 金属切断と石などが挙げられる。半面や全面のシールドを内蔵した保護棒も販売されており、2010年代より普及が進んでいる。ありがとうございます。